ぴょんぴょんぴょん。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら、アダスタのですね、ヤジロベイジュニアっていうね、小さめのクローラーベイト、これでね、いいバスが釣れたよってね、まずはこちらをご覧ください。よいしょ、出た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 。ちょっとよそ見してたけど、おお、よいしょ。はい、ザックロールヤジロベイジュニアにね、いい感じでバイトしてくれましたよね。小粒なやつにドバシャン、ね、出てくれました。タックルはね、メタニウムにロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドっていう組み合わせ。いやー、元気にバイトしてくれました。じゃあ逃がします。はい、改めてタックルですけども、ヤジロベイジュニアにメタニウムね、でホワイトウルフの17ポンド、こんな組み合わせで投げてみております。はい、というわけで帰ってきましたが、こういうサイズのね、ちょっと小型な感じのね、羽物ね、がぜん、あのセミがミミミミミーなんて鳴いてる時ね、聞くよっていうね、時期ですけども、これね、今回は活躍してくれました。なんかね、この透明な感じの色がシルエットとか、ボケていいかなと思ってね、投げていたんですけども、先日あげた50アップ釣れたよなんていう動画でね、それ釣れる前にこれ投げたら、バスが反応してくれたなんていうね、ところもあったんですけども、これ単体としてもね、非常にこう、魚ね、バイトを誘発させる力が強くてですね、で、まあ、ヤジロベイジュニアっていうだけあって、ちょっと小型サイズのヤジロベイっていうね、羽物なんですが、見た目よりねずんぐりむっくりしててね、で姿勢がいいのかね、よく飛ぶんですよね。
うん、だからちょっとね、透明に入れてね、サーチしていきたいなんていう時に、すごいね、投げやすい、飛ばしやすいね、そんなルアーだなーなんていう風に感じて投げております。で、こういう感じで飛んでいってバーンって羽開いたらね、結構ね、この羽のサイズはね、こういうね、大きめの羽がついているので、水をしっかり掴んでね、こうもじ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 ね、ほんとヤジロベっていう名前ですか、こうなんかね、あ、一点でこうもじ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 独特なね、で、比較的こういう静かにパタパタパタっていう風にやる中では、ちょっと強波動なのかなっていう、なんともね、不思議な感じの使い心地の、トップウォーターなので、ぜひですね、なんか、羽物をね始めたいけど、デカ羽物からはいきなりはなんていう人はね、こういう、ボディ小さくて羽デカめのこんな感じのやつからやるとね、すごいね、楽しめるんじゃないかななんてね、感じました。まあ、例えば今カツとかで行くと、あの RS とかね、まあ、各メーカーからいろいろな、ボディはちょっと小ぶりだけども羽大きめなんていうね、ルアーね、いろいろといろんなコンセプトで出てるかと思いますので、釣り具屋さんで探してみてね、好きなやつで、トライしてみたら、まだまだね、トップウォーター行ける季節なんじゃないかななんて思いますので、楽しめるんではないかと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、アダスタのですね、ヤジロベ、ジュニア、これでね、いいバスがバイトしてくれたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。